アサリを食べた後の殻っていうのはただのゴミなんですけどね、普通は。これをなんとか再利用できないかということで、今日はアサリの殻をね、こうやってくっつけただけなんですけどね。やっぱりちょっと形になるんでね、ちょっと立派になった気がするんだよね。ゴミがちょっとね、宝になったような、そんな気がします。じゃあ今日はアサリの殻をこうくっつける、そういう作業をしていきます。はい、これアサリのね、殻をくっつけるにはシリコンシーラントを使います。建材用のやつですね、防水なんかに使うやつです。あ、これね、外れたやつはもうダメなんだよ、これ。こういうやつはね、ここの人体のところがね、それぞれ勝手に乾くときに変形しちゃうんで、ぴったり合わないんですよ。これアサリの殻いっぱいあるからね、もったいなくはないから、どんどん捨てちゃう。ダメなやつは捨てちゃう。これやってね、何になるかっていう話なんだけどね。もう私潮干狩りソング作ってるんで、そこでね、ミュージックビデオの中でいっぱい使ってるんですよね。だから、それがまあ役に立ってないな。あとね、テレビでね、一回使ったことあるんだ。あれね、ものすごい暴風雨の日でね、本当にこんな日に潮干狩りやんのってもう、ね、言ったんだけど、ともかく全部セット用意しちゃってるから、穴開いちゃうから、もう、どんなに嵐でもやってくれって言うんで、それで行ったんですよ。でね、ちょっともう絶対、今日は潮干狩りなんか絶対できないって分かってたから、ちょっとアサリの殻をね、5個ほど持ってったんですよね。したらやっぱり、あれなかったら、あの番組どうなってたのかな。潮干狩りなんかできないもんな。すごい日だったからね、テレビ神奈川だったんだけど、ものすごい天気でみんな自分の街がどうなってるか気になったらしくてね、ちょうどお昼だったし、お昼の番組でみんな見てたんだよね。震災ダウンラインの営業課の女の子がいろんなとこでお宅の弔辞見ましたよって言われたらしいからな。ものすごい視聴率だったらしいんだよな、あの日だけは。この嵐の潮干狩りは今でも見れますので、リンクを貼っときます。興味がある方は見てくださいね。このシリコンシーラントのいいところってのは防水なんですよ。だからね、こうやってね、くっつけるとね、中に空気も水も入んないから、防水だから水に浮くんだよね。水に浮くっていうことは、アサリすくいもできちゃうんだよな。さあ、一日経ちました。ゴシ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 。取りましょね。人体人体取りましょね。ゴシ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 。こいつしぶといな。どうしたでしょうか。この人体は尖っちゃうからね。そのまましとくとちょっと危ないからね。あ、これね、海の公園の管理センターにも置いたんだよな。僕作ったのかな。あれ、役立ってんのかな。さ、海の公園管理センターに来てます。ここに私のアサリがあるはずなんですが、お、もう見えるぞ。あ、こんにちは。こんにちは。あ、すいません。あ、美人がいた。すいません。ちょっとアサリ見せてくださいね。アサリ、私が貼っつけたアサリがここにある。うん。こんな目立つところに置いてもらってありがとうございます。どうぞ、持ってみてください。はい。あ、軽い。空だもんね。はい。これ役に立てますか？みんな持ってますよ。お子さんとか。すごい分かりやすいもんね。はい。いやー、役に立てます。世のため、人のため。アサリのため。アサリのため。海の声のため。いやー、いいことしたな。ありがとうございます。うわー、いいことすると楽しいな。